山本修五郎作、跡のないかな。一。元次は焼いた目指しを頭からかじり、二三度かんで飯を一箸入れ、また二三度かみ、今度は大根の葉の漬物を一箸加え、それらを一緒にゆっくりとかみ合わせた。お金は、漬け板に両肘を乗せ、 ほうずえをついたまま、もとじの食べるのを見守っていた。あたしね、ねと、おかねが言った。男の人が、そういうふうにめざしなんか頭からガリガリ食べるの、見ているだけで好きだわ。もとじはみそ汁をすすって、かみ合わせたものを飲み込んだ。そして次のめざしをまた頭からかじり、二三度間で飯を一橋入れ。 二三度噛むと漬物を一端加えそれらを口の中で混ぜてさもうまそうに噛み合わせた魚の骨を噛み砕く勇ましい歯の音とともに彼のバネのように引き締まった方の肉がクリクリと動いたおかはその健康な頬肉の動くのをさも好もしそうに見守ったでも変ね お金がまた,言ったいつも思うんだけれどそんなにいろいろなものを混ぜこぜに入れていっぺんに食べてうまいかしら味がごちゃごちゃになってどれがうまいのかまずいのかわからなくなっちゃうじゃなくって親父に小言を言われたもんだと言って元次はみそ汁をすすった小さい自分番たびどなられたっけ魚を食べる時は魚 高校を食べる時は高校汁は汁と一品ずつで食べろこれでもうちの先祖は侍だったんだぞてなあらお金は頬杖から身を起こしたあんたのうちお侍さんだったの <laughs> どうだかな俺は知らねえしおふくろも信用しちゃいなかったらしいが親父はいつもそう言ってたっけ元 ご先祖の名をけがすようなまねをするんじゃねえぞってな古ぼけた小さな店だ鍵の手に付け台を回し空きだるに薄い座布団をのせた腰掛けがそれに沿って七つ置いてあるつまり客は七人が限度ということで付け板の中も狭く女主人のお金一人でもそこへ入れば自由に身動きができないくらいであった 後ろに皿小鉢やとくりなどを入れる戸棚があり、その右手に三尺寸詰まりの一枚障子があって、奥にお金の根マがあるらしい。また、酒の缶をする銅子や、魚を荷焼きするコンロその他、手回りのものは付け板の陰に置いてある。低い天井板はすすけて、雨漏りの跡がいっぱいだし、左右の壁ははげたので、 板を打ち付けて持たせてあるということが一目で分かったお金の後ろの戸棚の上には白木の小さな神棚を中心に招き猫や飾り熊手などの縁起物が埃にまみれてごたごたと並べられその壁には成田山や秋葉山川崎の大使などの災難よけ日よけの札がベタベタ貼り付けてある中に。 ごりしょう様と手書きにした。大きな御札が3枚飛び飛びに貼ってあった。よく入るわね。お金は幾度目かの茶碗に飯をよそいながら言った。これでもう5杯目よ。半分でいい茶漬けにするんだ。じゃあ、お茶を入れるわ。湯でいい？この高こ,こがうめえから仕上げにざっと書き込みてえんだ。 私漬物は自慢なのよ。漬物なら誰にも負けない自信があるわ死んだおっかさんはめんどくさがっていつも漬物屋から買ってばかりいたのぬかみそでも塩漬けでも出す時のにおいが嫌だってほんとはそんなことをするのがめんどくさかったのねお父っつんはいつも嘆いていたわ所帯を持ってうちのおこ校こが食べられないなんて世も末だなあってだから私 十五六の頃から岡野さんのおばさんに教わって漬物のやり方を覚えたのよ。ほら知ってるでしょ屋根屋の徳さんちの岡野さん。あのおばさんのぬかみそには秘伝があるんですってよ。ああ食ったと言って元次は茶わんと箸を置いた。これで大丈夫だ。酒にしよう。今つけたわとお金が言った。 あんたは変わってるの、ね、ごはんを食べてっから飲むなんて人あたし初めて見たわ酒飲みじゃねえからだろオら、酒はそう好きじゃねえんだおかねは元次の食べた後を片づけ勘の具合を見て「もうちょっとね」と言い身を起こして元次の顔を見つめた「ねえ?」とおかねはささやいた「浮気をしない?」 そして恥ずかしそうに肩をすくめちらっと舌を出したこんなことを言うと嫌われるかしらほら女房と二人の子持ちだぜどうかしらお金はこびた目つきで首をかしげながらほほ笑んだ年から言えばそのはずだろうけれどあんたは書体持ちのようには見えないわ口でここがこうだからとは言えないけれど 書体持ちにはどこかしら書体持ちの匂いがするものよ。俺の友達に吹くって言う。と言いかけて突然彼は規制を上げながら腰掛けから飛び上がった。ああ、びっくりした。畜生名。彼は自分の足元をのぞき込んだ。いきなり飛び出して俺の足を踏んづけて浮き上がった。ああ、びっくりした。お金は笑った。 お首をねずみでしょらしいなあ生。キシ元次は土間の左右を眺め回してから大きな息をつきながら腰を下ろしたこっちの足からこっちの足をささっと踏んづけて浮き上がった何も俺の足を踏んづけなくったって土間にはたっぷり通る余地があるんだ野郎はじめから俺を脅かすつもりだったんだな。 悪いのが一匹いるのよと言いながらおかねはかんどくりと大きなさかずきをつけいたの上へ出しつまみものの小皿と箸を並べたいつかなんかあたしが寝ていたら顔を踏んづけていったわ顔って元次は目をそばめたおめえのその顔かいこの顔よあたし飛び起きちゃったわ元次はうなっていた そいつはぶっそうだな。それにこりてさ。私冬でも寝るときにはここから上だけ枕がやへ入るの。お金は胸から上へ手をすり上げてみせた。今のもきっとそいつよ。なめてやがるんだな。人間を。もとじは酒をすすってふと目をあげた。今何の話をしていたっけ？ え、あそうそう初対持ちの話だったわ初対持ちか独り身の人かは勘でわかるってところがそうじゃね俺の友達に福っていう男がいるんだこいつは俺と同い年でいまだに独り身なんだがどこへ行っても初対持ちだと言われる神さんに子供が5人ぐらいはいるってさ一目見ればわかるってどこへ行っても言われるんだ そんな人柄なのね」とおかねが言った「あたしもよく言われるわ旦那持ちで隠し子があるんだろう」ってそうじゃねえのかあんたまでがそんなおかねは片手を上げて打つまねをし元次をにらんだ亭主や子供がいるのに浮気をしましょうなんて言えると思ってくれてきたぜちょうちんを出すんじゃねえのか 休んじゃおうかしらとお金が言ったとき、店の障子を開けて客が二人入ってきた。すみません、今火を入れますと言ってお金はまず釣ってある小ぶりな蜂腱をおろし、五本のろうそくに火をつけ、それを釣り上げると、梅蜂と店の名を書いた軒じょうちんにも火を入れて、表の障子を開け軒先にかけた。二人の客は、 元次から離れて腰をかけ、陽気に話し出していた。一人は四十がらみ、一人は三十二三。二人とも職人風で、話しぶりは歯切れがよく、しかも落ち着いていて、がさつな感じは少しもなかった。元次は彼らをちょっと見ただけですぐに顔を背け、手酌で酒をすすりながら、聞くともなく二人の話を聞いていた。 お金は酒の支度をしつまみ物の,の小皿や箸をそろえ2人の前にかけて愛想を言いながら釈をした「よくあるやつさ苦しい時の神頼みってな」と若い方が話し続けていた「ふだん新人をしているものなら神や仏も願いを聞いてくれるだろうが神棚もほったらかし念仏を一度も口にしたこともないやつが」 苦し紛れに神仏頼みをしたって神仏としても相談に乗るような気分にはなれねえだろう「一公の話な,なら聞いた」と四十絡みの男が言ったあんなに運の悪いことが重なれば神や仏にもすがりたくなるのは人情だろうなそんなてめえ勝手な子ってご利益のあるわけはねえってみんなせ,せら笑っていたし。 俺もその通りだととった。ところがそうでもねえんだな。と若い方の男が酒を飲んでいった。井戸掘りの Q さんあのじいさんが言ってたたとえ苦し紛れにでも神仏を頼みにするのはその人間に本来新人心があるからだってまるっきり新人心のないものなら神仏にすがるということにさえ気がつかないだろうってな。 なるほど。ものは考えようだな。火のないところに煙は立たないって、こんなところに使うセリフとは思わなかったが、じいさんは真面目にそう言っていたっけ。おい、おかみさん。と、年笠の男がつまみ物の,の小皿を箸でつつきながら言った。またゴリのつくだ煮かい。いくら突き出しだからって。 たまには目先の変わったものにしても損はねえだろうと思うがなそんなこと言うもんじゃないわよ」とお金は釈をしながらたしなめた「一口につくだ煮って言うけれど魚をとる漁師だって楽じゃないわ」「冷たい風や雪やみぞれにさらされながら凍えた手足で震えながらとるのよ」2 はいおひとつお金は若い方の男に借をしてから続けたそしてその魚を佃煮にするんだってちょろっかなことじゃ済まないわ火の具合から味加減や煮加減どうかしてよその店に負けないように仕上げようと幾人も幾十人もの職人さんたちが一生懸命に工夫を凝らしてるのよそれだけじゃない。 その佃煮を仕入れて売りに来るあきんどだって得意先をしくじらないために味の吟味もし値段、ね、の駆け引きもした上雨風をいとわず売って回りそれで女房子を「わかったわかった」とその客は手を挙げて遮った「わかったよその連中全部に礼を言うよ」。こののちっぽけなごりのいちびいちびに それほど大勢の人の苦労がかかってるとは気がつかなかった。ほら涙がこぼれるぜ。帰るよと元次が言った。勘定してくれ。はいと答えてお金が立ってきた。そして付け板の陰で銭勘定をしながらさっきのこと本気よとささやいて「はいおつり」と元次の手にいくらかの銭を渡した。 またどうぞお金はこびた目で元次を見つめながら言ったまたいらしてね待ってますよ元次はうなずいて外へ出たすっかり明かりのついた横丁を神田川の貸しへ抜けてゆきながら彼は握った手の中で銭を数え渋い顔をしてそれを腹がけの丼の中へ入れた浮気か。 まあ当分お預けだな歩きながら彼はつぶやいた。これっばかりのはした銭で浮気をしようもすさまじい。しかもまだたったごたび目じゃねえかしょってやがら。元次はドキッとしたように素早く辺りへ目を走らせた。今つぶやいたのは自分ではなく誰かが自分を嘲笑し,したかのように思えたからだ。 彼は頭を振り、嫌なことを言いやがる、とつぶやいた。神田川にはかなり船が入っていて、荷揚げをしているのが二三あり、船から貸しのあたり、暗がりの中で提灯がせわしく揺らめき、人足たちの掛け声や、互いに呼び合う声が景気よく聞こえていた。旧右衛門町にかかると その片側町は船頭や人足たち相手の飯屋やキッチンはたごが多くなる源氏はその中の信濃屋というはたご宿へ入った狭い土間にすすぎ用の手桶とたらいが出してあり帳場に女主人のおとよがいたまだ時刻が早いからだろう客のいる様子はなかったあらお帰りなさい おが元次を見ていった「どうしたの三日も姿を見せないでどこへしけこんでたのよ」「いつもの部屋空いてるか知ってるくせに」「おとよは帳面を閉じて立ち上がった」「ああそうそうお客が来て待ってますよ」「客だって?」と聞き返しながら元次は警戒するように逃げ腰になった。 どんなやつだあんたのお弟子で「へ兵」とか言ってたわまたか元次は舌打ちをした「なんてしつこい野郎だおなかが減ってるらしいから酒を出しておいたわ知ってるんでしょ?と」とおよが言った「まだ坊や見たいようなうぶらしいかわいい子じゃないの馬鹿いえもう23だぜ」と言って はまた下打ちをしたしかしあいつがここを突き止めたのはさほど不思議じゃないがあいつの探してるのがこの俺だってどうしておめえに分かったんだ女の勘さ音えは微笑した名前もいくつか言ったけれどこういう人柄だと聞いてあんただということがすぐに分かったわあんた本当は何ていう名前なの そいつの並べた名前の中でおめえのいいのを取っておけよ。およは元次を部屋へ案内しながら「そんなら八百蔵に決めるがいいか」と言った。あいつそんな名を言ったのか。いいえあの人の言った中にはなかったわ。じゃあおめえの亭主か色男の名だな。バカね今森田座へ出ている市川八百蔵のことよ。横顔がそっくりだわ。 腐らせやがる。と元次が言った。おめえにゃあうんざりだ。元次は茶をすすりながら言った。いくらおめえが粘ったって、俺の気持ちは変わりゃしねえぜ。今度はその話じゃねえんだ。他兵はもも引きを履いた足で窮屈そうにかしこまって座り、両手でその硬そうな膝頭をなでた。 急いで知らせなくちゃならねえことがあったんで冷や汗をかきながら探し回ってたんだそしてここでのんきに酒をくらってるってわけかとんでもねえこれは違うんだ田平は強く頭をふったおらすぐにまた探しに出るつもりだったがここのおかみさんがそれよりここで待ってる方がいいだろうってきっと帰ってくるからって。 そして俺が何も言わねえのに酒を、わかったよ。もとじは茶をすすり、上目遣いに他兵の顔を見つめた。仕事の話でなけりゃいいんだ。それで、知らせてことっていうのは何だ親方を探してる者がいるんだ。そこにこういるじゃねえか。オーラ冗談を言ってるんじゃねえんだ。 たは真面目なくちぶりで言ったそれにこれは冗談じゃなく親方を捕まえてのぞめにするとかなんとか穏やかでねえことを企んでいるらしいんだほんとなんだ元次はちょっと考えていたそれから火のない火鉢にかけてある鉄瓶を取りちょっと指で触ってみてから給水へ湯をついた それは一体何者だ急須から茶碗へ茶を注ぎながら、元次はさりげなく聞いた。おめえはどこでそんなことを聞いたんだ根岸の親方のうちです。十アニと俺の知らねえ男が話しているのを聞きました。嘘じゃねえ。本当のことです。元次は茶をすすった。ちょうどいい加減だ。 この茶はこのくらいの湯加減でねえといけねえ。世間の奴らは無神経で何にも知らねえから、こんな茶にも舌を焦がすような熱湯を継ぎ上がる。真面目に聞いてください。親方は狙われてるんですぜ。茶をうまく入れるのもふざけた気持ちでできるもんじゃねえさ。と、もとじは言った。まあ飲めよ。 飲みながらもう少し詳しく話してみろ。元次の落ち着いた様子にもかかわらず、狙われる理由を思い出そうとし、思い当たることがいくらでもあることに気づいて、動揺しおびえているのが、隠しようもなく目に現れていた。他兵はそんなことには気がつかず、元次のびくともしないのを見て、頼もしく心強く思ったようであった。 詳しくと言われても。他兵は手酌で一つ飲んでから言った。おら、片付け物をしながら聞いただけで、親方の名前を繰り返すのと、是が非でもとっつかめいて、叩きのめしてやるんだって、怒鳴り立てているのが耳へったんです。恐ろしく怒って息巻いてました。どんな野郎だった風亭で飽きんどか職人かわからなかったか。 どうだったかなよく見なかったけれど都市格好は親方と同じぐれいでしたよ。と言って田平はちょっと声を低くしたあっしが考えるのに女のことじゃねえかと思うんですがねばかいえ元次は目を背けたおらよくは知らねえが日暮里の大親方の身内の人はみんな言ってますよ。 親方の手にかかると植木も一ころだしどんな女だってひとたまりもねえって口を飾ることはねえ女たらしって言ってるんだろう。と元次は渋い顔をしただがみんなは本当のことを知っちゃいねえ女をたらしちゃあ楽しんでるさぞいい気持ちだろうが罰当たりなやつだグレーにしか思っちゃいねえらしい おめえはどんで、到底植木職として一人名になれる男じゃねえが、そのおめえにもわかるだろう。例えば、柿の木にしたって、なり年は一年おきで、次の年は休ませなければ、木は弱っちまう。なり年でも、身の数をまびかねえで、なり放題にならせておけば、やっぱり木は弱っちまうもんだ。親方の女道楽と柿と、 何かかんがあるんですか女道楽だってやがらへっ元次はもっと渋い顔をした道楽ってものは楽しいもんだなり年の柿柿には限らねえなり物はみんなそうだが毎年毎年なりっぱなしにならしてみねえ木としたって面白くもなくなるだろうし疲れて弱って。 しまいにわかれちまうかもしれねかきがなるのはおもしろくですかねたとえばの話だ俺にもひとつのませろ元次は田兵のさかずきをとり田兵がしゃくをすると薬でものむように眉をしかめてのみほしたみんなは女たらしだなんていうがなぜげんかなんかなら知らねえこと。 まともな人間が女にかかずらってばかりいたらどうなるなりっぱなしの柿の木が疲れ弱ってやがて別れちまう以上に男は疲れて弱って身がもちゃしねえ。みんなには分からねえだろうが俺が女たらしだとしたところでこれはそう言ったり言われたりするだけで片付くことじゃねえんだ。うん。兵はとの言ううをししようとして、 しばらく頭をかしげていた。なんだか聞いているとだんだんわからなくなるばっかりだが。そういうものよ。と、もとじは手酌で飲んでから言った。いつだって本当の気持ちを話そうとすると、それが一番難しくって厄介だってことがわかる。とてつもなく厄介なことだってな。もしも、 親方を狙ってるやつに捕まったらそんな言い訳いは通らねえと思いますがね」とたへいが言った「何しろ親方のは相手の数が多いそうだから」「聞いたふうなことを」と言って元次は手をたたいた3元次が手をたたくと待っていたように中土島の女中が酒と魚を持ってきた。 背の高い肉付きのいい体つきでちょっと頭が弱くのっそりとして気の利かない性分だが辛抱強くすねたりなまけたりするようなことがないので客たちみんなに好かれているという名はおろく年は26歳彼女のおかげで信濃屋が持っているようなものだと女主人のおよは言っていた今持ってこようとしてたとこよ おろくは盆の上の特リア小皿をかがんだまま前へ移しながら言った。お客が来始めたからお釈話にししてね。今夜は飲むからってそう言っといてくれ。元次は出てゆくおろくの後ろへ行った。手を鳴らしたらあとを頼むぜ。親方は飲めるようになったんですか？ 元次は唇を片方へ曲げていった「四つ足で歩くけだものには二本の足で歩く人間がおかしいかもしれない」「白夜はどかたを笑うだろうし船頭は孫を軽蔑するだろう」「自分の知らない他人のことを笑ったり軽蔑したり悪く言ったりすることは楽だからな」「そのことならあしはもう空で覚えてますよ」 と言って、他兵は手で飲んだ。昔から親方の口癖だったからなまだこんなチビだった足まで捕まえて繰り返し繰り返し無期になってお説教したもんですおめえ俺をへこませようってのかとんでもねえおら親方が無期になるのももっともだと思った何しろ使いで根岸や日ポリへ行くと 決まって親方の悪口を聞かされましたからね。根岸や日暮里ばかりじゃねえ。さっきも言った通り、身内の人たちで親方を悪く言わねえものはねえんだから。ほら、子供心にも腹が立って、親方が生きまくのも無理はねえと思ったもんです。本当ですぜ。元次は今初めて見るような目つきで、他兵の顔を見守った。向こうの広いこみの部屋で、 客たちが食事を始めたらしく、食器の触れ合う音や、不遠慮な高い話し声が聞こえてきた。他兵の肉の厚い丸顔は、日に焼けて黒く、ニキビだらけでギラギラと油が浮いていた。息きまく、だってやがる。元次は鼻を鳴らした。おめえには俺の言うことが、息きまくように聞こえるのか。 ら、それももっともだって言ってるんだ。多兵は目を伏せ声を低くした。今度親方を探すのにあしは田原町のお宅へも寄ったんです。そしたらおかみさんが「よせうちのことなんか聞きたくもねおかみさんが白状なことを言うんで」と多兵はかまわずに言った。 た世間のものはどうでもこまでなした夫婦の中ならちっとは親方の性分ぐれい、分かってくれてもいいじゃねえかと思っておら涙がこぼれそうになった元次はまた田平の顔を見守りまずそうに酒をなめて「おめえ女と寝たことがあるか?」と聞いた田平は何を言われたか消せないように 目をそばめて元次を見返したがすぐ照れたように空笑いをした「おら女はきれいだ」彼は照れ隠しのように酒をあおった「おらだけのことかもしれねえが夫婦になると女はいばり出して亭主は顎で使うように変わっちまうそんなのを嫌っていうほど見せつけられたもんだしかりゃすねるしぶっちゃかみつくしって 歌のんくそっくりなんだ。おら12の年に親方の弟子にしてもらって丸8年3年目までお世話になったからおかみさんのことはてめえのおふくろよりよく知ってるが初めのうちはこんなにきれいで気の優しい人はねえと思ったそれがいつの間にかだんだん変わって訳もなく膨くれたりつんけん人に当たったりするようになった親方が何もかも嫌になって 江戸で何人と数えられるほどの植木職を惜しげもなく放り出しちまった気持ちはよくわかる。自分には親方の気持ちがよくわかるんだと田平は力んでいった。俺が植木職を放り出したわけはそんなこっちゃねえ。おめえも白夜の目でどかたを笑う口だ。いいか女と寝たこともねえし女も嫌いだというおめえに。 夫婦のことがわかるわけはねこんなことは口にするだけバカバカし、い。こんなわかりきったことを言うのは初めてだ。おめえが悪いんだぞ。おら、親方のことが心配でしょうがねえんだ。元次は手を叩たたいた。そして急に上半身をピクッとさせ、どこかに激しい痛みでも感じたように顔をしかめながら短くうなった。 どうかか。したんですか俺の一番ぞっとするのはおめえが今言ったような言葉だ。と元次は自分の嫌な回想を振り払うように首を振りながら言った。あんたのためなら死んでもいい。女はどいつもこいつもそういうさ。ほらおめえの友達だ。おめえのことは忘れねえ。おめえのためならどんなことでもするぜ。 調子のいい時に言うのが男の癖だ。油っ紙に火がついたように、その時は熱くなって燃えるし、その熱さはこっちにも感じられる。けれども、燃える火は消えるもんだ。ええ、くだらねまた分かりきったことを言っちまった。親方は酔っちまったんだ。障子が開いて、およが入ってきた。 のにがおとよはそれを禅の上へ移し空いているとくりを盆の方へとった「珍しいわね」とおとよは元次に言った「あんたがお酒を飲むなんて初めてじゃないかしらどうかなすったの俺じゃあねこの男だ元次は他兵を見ていった「すけ、これを飲んだら帰れ」 根岸で心配しでてるだろう。俺は大丈夫だ俺のことなんかにかまわずおめえは自分のことを考えなくっちゃいけねえ一定タースケはいくつになったんだ23です田平はつぶやくような声で答えた俺はその年にはもう独り立ちになってたぜあしは親方のそばにいてんだ 親方もあしのことを一人前の植木職にはなれねえと言ったが根岸ではそれ以上であっしは天からのけ者なんです。職を変えるんだなどうして植木職になりてえかは知らねえが自分をよく考えてみるんだ人間にはそれぞれ性に合った職がある性に合わねえことをいくらやったってものになりゃしねえち。チェ 元は下打ちをしたちをまたこんなわかりきったことを言わせやがる俺は説教される方で人に説教する柄じゃねえんだそんなに言うもんじゃないわおとよはへ兵に釈をしてやりながら言ったせっかくあんたを探し当ててきたんじゃないの何のことか私はよく知らないけれど相談に乗ってあげてもいいじゃないの。 客が混んできたようじゃないか。と、元次があごをしゃくった。商売は大事だ。ここにいることはねえんだぞ。おう、怖い。おとよは肩をすくめた。そんなふうに言うときのあんたを見ると、ぞっとするほど怖くなるわ。気に入らなければ貸しを変えてもいいんだぜ。行くわよ。気の短い人ね。 そこがあんたのあんたらしいところには違いないけれど。と言って、おとよは立ち上がり、なまめかしく微笑しながら、他兵の肩へちょっと触った。大丈夫よ。この人、本当は気が優しいんだから。ゆっくり飲んでらっしゃい。酒がなくなったら手を鳴らしてください。また後で来ますと言って、およは元字を流し目に見ながら出て行った。 いいおかみさんですね」とた兵いが低い声で言った「それに器量よしだしこんなはたごにいるのはもったいないようだおめえ女嫌いだったんじゃねえのかそれとこれとは違いますよ」「田兵は照れたように手酌で飲んでからそっと言ったあの人親方に首ったけですぜ」「おめえは 木の見分けはつかなくったって人間のそぶりや目つきはわかりますよ飲めよ元次は片手を振った早く飲んで帰るんだ根岸でどやされるぞ根岸へは帰りません親方を探すのに黙って3日も帰らなかったあしはもう親方のそばを離れませんからね 殺されたって離れやしねえんだから。こじきができるか元じはにやっとした。俺は自分の一人口もまかないやしねえ。あっちで飯をたかり、こっちで銭をねだり、宿までただで泊まり歩く。人の情けでその日その日をまじくなっているんだ。二人連れでできるこっちゃあねえぜ。あしが稼ぐよ。 兵は勢いで赤くなった顔を引き締めていった「おら体も丈夫だし力だって人には負けやしねえたとえに上げそ足をしたって親方一人ぐれえ不自由はさせやしねえよほんとのことだおら本気で言ってるんだぜ」「腹は読めてるおめえの腹は見通しだ」と言って元次はなめるように酒をすす 泣き落としで俺を丸めてから植木仕事へ引きずり込もうっていうこんたんだろう。おら飲む、と他兵が言った。今おかみさんにいいって言われたんだ。今夜は潰れるまで飲んでやる。酒代は飯炊きでもして払うんだな。おら知らねえぞ。飯炊きぐれいへでもねえさ。 こっちどかただってするつもりなんだからかわいそうになんにも知っちゃいねえんだなと元次が言ったどかたや土産人足でどのくらい稼げるか聞いてみてびっくりしねえほうがいいぞ4俺は37だ7だったな確かそれとも8になったかな わからねえ。どっちでもいい。俺には三十七だなんて気持ちはこれっぽっちもねえ。二十三で日暮里の大館から独り立ちになって、おつねと俵町で所帯を持った。俺の考えることやすることは、あのころとちっとも変わっちゃいねえ。変わったのは俺の周りのものだ。世の中も人間も、町や世間も。 人の気持ちまでもどしどし変わっていくあいつはどうしたと元次が言った今夜は帰って行ったか女は荒い息をしながら今そんなこと聞かないでよと途切れ途切れに言ったもっと身を入れてくれてもいいでしょ たすけのやつはちっとも変わらない。たへいは俺のところへ弟子入りをしたときのまんまだ。あいつはどんで勘が悪くてのろまだ。ちっとも裏腹なく俺を頼りに仕切っている。けれどもほかに取りえは何もない。二十三になった今でも弟子入りをしたときそのまま。どんで勘が悪くてのろまだ。そいつが気持ちだけは十年の世もたった今。ちっとも変わっていない。 というのはどう考えたらいいんだろうたすけのやつは帰ったのか帰らねえのか」ともとじが聞いた「今夜は追い返せと言ったはずだぞ」「こんな時に」と女は舌のよく回らない口ぶりで言った「こんな時に変なこと言わないで気が散っちまうじゃないのもっと親身になってよ」 それ見ろ。あんまり乱暴にするからだ。ああじれったい。女はみもだえをした。まるっきり上の空なんだもの。ちっとは本気になれないの。ろくべいに聞こえるぜ。さあ。女には彼の言うことは聞こえなかったらしい。さあと繰り返した。兵のやつは、 田原町へ行ったへいっとうおつねも三十五になったんだろう二つ違いのはずだからな光子は十し、秀治は十三か女の荒い息が潜めた震えるうめきになり波を打つように高まって食いしばる歯ぎしりの音が聞こえた娘もせがれも俺のことを親と思っているだろうか お常は愚痴を言うような女じゃねえ。俺の悪口も、恨みがましいことも口にはしねえだろう。あの時以来、ぷっつりと何も言わなくなった。だが子供たちには分かった日芸ねえ。俺が親らしくねえ親だという以上に、両親の中がどうなってしまったかは、この三年ですっかり分かったことだろうし、悪いのは親父だと、一途に思い込んだ日芸ねえ。 女の動作が次第に緩やかになりだが時を置いて微風の渡るようなけいが次第に感覚を広げながら高まったり静まったりした金徳の隠居も相模屋のデコスケも藤吉のじじいもみんなケチンぼの出来息ないだまともなのは岩木屋の隠居と法然寺の北条さんぐらいのもんだろうそうだ いわきの隠居には無沙汰をしている。ひとつ竜巻町へ行ってみよう。もう二年のよも顔出しをしちゃいねえからな。あの人はここへ泊めたわ。女は元次の横へ寄り添って体を伸ばし、深い満足のため息をつきながら言った。だって行くところがないし、あんたのことが心配で。 そばから離れることはできないっていうんですものもう三日目だろう俺は感情のことは知らねえぞ分かってるくせに女は巧みに後始末をしてから彼の肩へ手を回したあの人あんたのお弟子だったんですってね三年前まではなあんたのこと褒めてたわ 江戸で五本の指に数えられるほどの偉い親方だって今は小直同様ご覧のとおりの手たらくさ私には身の上話をさせるくせに自分のことは何一つ打ち明けてはくれないそんな薄情なことってないわよ女房と二人の子持ち初めにちゃんと断ったぜそんなことじゃないの 私の知りたいのはそれほどの腕を持っているのにどうして植木職をやめたのか今どんなことをしているかこれから先どうするつもりかっていうことよ熱い腕だなと元次がヤグの中で身動きをしたこの腕をどけてくれ熱くってしょうがねえ私には話せないのね そういうい話をする人はほかにあるんでしょう俺は絡まれるのは大きれいだ田平さんに聞いたわ女は寝巻きの袖で顔を拭いた広い囲いを持ったある植木職の親方がぜひあんたに後を譲りたいって今でもあんたのこと探してるって言うじゃないのどうしてそこへ落ち着く気にならないの そろそろ嫌気がさしてきたんだな。嫌気がさしたってあら嫌だ。バカね。女は元次にしがみついた。あたしのことはよく知ってるでしょう。あんたのことは別にして、あたしは男にはこりごりしているし。あんたが来てくれさえすれば、それで本も。あんたの方で飽きればしょうがないけれど。 私はもう一生あんたのほかに男なんかまっぴらだわそれを嫌気がさすだなんて万端承知の上で意地悪を言うのねに暮らしいいて元次は女の手を押し放したひざなまねをするなねえその親方の後を譲り受けて落ち着きなさいよ それだけの腕を遊ばせておくなんてもったいないじゃないのおかみさんや子どもさんたちも呼んで落ち着いて仕事をする潮時だわあたしの方は気の向いた時に来てくれればいいのこのうちもあたしもあんたのものだと思ってくれていいのよおめえにはわからねえ元次は短いといをついた誰にも俺の気持ちなんかわかりゃしねえ 俺の一生は終わったも同然なんだ。えいもせず。俺は後のねえ金みてえなもんだ。寝るぜ。女はそっと身をすり寄せた。きれいな人だなぁ。と、へ兵が歩きながら言った。あんな旗小屋には持ってねえ気量よしだ。若くって色っぽくって。 おまけに親切で優しくって親方の女運のいいのにゃたまげるばかりだあれが若いだってと元次は鼻を鳴らしたもう28だぜ田平は聞き流して片手を出した小遣いにってこれを預かってきましたよ余計なことを元次は見もしなかった俺はいらねえ おめえがとっとけ。いいからとっとけよそうはいかねえさあしは知ってるんだ田平は人のいい笑い顔で言ったゆうべ夜中におかみさんは親方の部屋へ忍んでいったでしょ寝ぼけるなと元次は目をそらした夢でも見たんだろう。 明け方に親方の部屋からそっと出てくるところも見ましたよ。バカなことを言うな。おめえは寝ぼけたんだ。それにまた、どっちにしろ俺が小遣いをもらう言われなんかありゃしねえ。取っとけと言ったら取っておけ。その代わり、ここでおめえとは別れるからな。別れるって、どうするんです俺には俺の用があるんだ。けれども、 親方をつけねらってる者がいるってことを忘れたんじゃねえでしょうね。あしはついていきます。殴られたって親方を一人にすることはできねえんだから。ここで別れるんだ。元次は立ち止まって他兵をにらみつけた。誰が何のためにつけねらってるかは知らねえがそれは俺のことでおめえには何のかかわりもありやしねえ。ついてくると承知しねえぞ。 鋭い目つきと容赦のない口ぶりに圧倒されたのだろう。他兵は黙って愛願するように元治の顔を見守った。元治は寄せつけない表情でその目を睨み返し、それから向き直って新し橋の方へ曲がった。夜中に忍んでいった。明け方に出てくるのを見た。ってやがる。急ぎ足になりながら、 元は唾を吐いてつ,ぶやいたいつでもこうだ忍んで入りそっと出ていくのは見ただろうとだが部屋の中のことはわからねえ女が好き勝手にしているだけで俺は手も出さなかったなんてことは誰も信用しようとはしねえんだそれが人間ってもんだろう生まれた時から一緒に育っても お互いに心の中までは分からねえ大人になるにつれて万人が万人それぞれの性分が固まってしまうからな。またくだらねえ分かりきったことを考える。そんなことに今初めて気がついたわけじゃないだろう。誰にだって分かりきってることだ。悲しいけれどもそれが人間なんだ。と元次は思った。 そうわかっていてもみんなは悲しくはねえんだろうか。彼は柳原の土手に沿って神の方へ行きながらつぶやいた。お互いにちぐはぐなまるっきり違ったことを考えながら愛想よく笑ったり世辞を並べながら駆け引きをしたりしている。それでも生きていかれるんだ。だがどうしてだろう。 そんなようで生きていて平気なんだろうか。おめえは十六七の若造のようなことを言うと根岸の兄に言われたことがあった。今は十六七の若造だってそんな青っぽいことは言いやしねえぞって。兄はいい人だ。ずいぶん迷惑をかけたが、いつもよく面倒を見てくれた。実にいい人だが。 やっぱり分かっちゃくれなかった。柳原がしを左へ曲がり、少し行って右へ曲がり、また左へ曲がった。武家の小屋敷の間に、酒屋や荒物、筆紙屋などが飛び飛びにあった。神田竜巻町へ入り、元次はまっすぐに岩木という家へ行った。それはかなり大きな構えで、黒板塀を回し、 こんな街中には珍しく、裏門が傘さつきのしお戸になっていた。ここは別宅で、本宅は京橋にあり、刀脇差しの老舗として古くから知られている。当主は岩月右兵と言って、組合の頭取を十年も務め、大名諸家多く出入りしていた。この別宅には隠居の騎兵がいるが、 得意先の諸行の用人とか住職などを時々招待する必要がありそういう場合にはこの別宅を使うため建物や庭には費用を惜しまず凝った山賀のわびた風情を表していた横のくぐりから入った元字が家の裏へ回っていくと巻き終わっている下男の章助に出会った章助は五重絡みで 骨太のたくましい体をしてい元次が植木を移す時にはよく彼の力を借りたものであった「上源さんじゃないか」庄助は長男を持ったまま腰を伸ばした「長いこと姿を見なかったがどうしなすった」「お庭をね元次は決まり悪そうに言ったお庭の木を見てえと思って伺ったんだが」 もしかしてお客でもあるんなら出直してきますよ。今日はお客はなしだ。ちょうどご隠居さんもいらっしゃるし、親方が来たといえばお喜びなさるだろう。いつもお前さんの噂をしていらっしゃるからな。足の来たことは内緒にしてください。勝手に職を辞めちまってから三年、ずっと無沙汰の指導士なんで、ご隠居には合わせる顔もねえ。ちょっと見せてもらうだけでいいんだから。 合わせる顔がないとは古風だなあと庄亮は微笑した「さんならまあ好きなようにするさ」5。元次は芝生に腰を下ろし両膝を手で抱えて杉の木を眺めていた惚れ惚れとした目つきでそれは7年前に彼が隠居の騎兵に頼まれ 宗州鎌倉から自分で引いたものであった。隠居は育ってからの木のなりや枝ぶりを注文し、彼は受け負った。そのため木を探すのに10日もかかり、鎌倉の山の中で5本見つけたが、その中から1本を選ぶのに3日も迷った。そんなことはそれまでほとんどないことであった。たとえ心を惹かれる5本の木を見つけても、 その中から一本選ぶのに迷ったことはないし、選び方を誤ったこともなかった。しかし、竹が四尺ばかりのその杉の苗木は、枯れた栗林の中でみずみずしく成長する命を歌い上げているように見えた。冬の日光に温められた栗林は、どの葉も白っぽい茶色に枯れ縮れていたから、若い杉の濃い緑が一層引き立ち、 周りの枯れた景色と見事に調和して、五本のうちのどの一本もそこから動かすことはできないように感じられた。あのころまでだなと、元次はそっとつぶやいた。あのころはまだよかった。まだ仕事が面白かったし、張りもあった。知らなかったからな今その杉は、 い下枝から穂まで植えた時の枝が一本も欠けずいかにものびのびと育っていた葉つきもたっぷりしているし木の命の脈拍が聞こえるようであった「珍しいな」と後ろで呼びかける声がした「源氏じゃないか」。元氏はちょっと体を固くしたが 振り向きもせず、挨拶もしなかった。どうです、ご隠居さん。と、彼は杉の木の方へ手を振った。ご注文通りに育ったでしょう。と、元次は言った。見てください。あっしの思っていた以上によく育った。うっとりするじゃありませんか。自慢そうな言葉とは反対に。 声の調子にあるそらぞらしさは隠しようがなかった。喜兵衛は不審そうに元字の横顔を見たが、聞きとがめた様子は見せなかった。どんなに嫌なことがあっても、と喜兵衛は言った。ここへ来てこの杉を見ていると、心の隅々までさっぱりと現れたような気分になる。私は時々、 自分が杉の木の生まれ変わりじゃあないかと思うよ。バカな話のようだが、本当のことだ。杉にもひでえのがありますぜ。そこが難しいところさ。と言って、騎兵は歩き出した。お前に見せたいものがある。こっちへ来てごらん。元次は気の進まない様子で立ち上がり。 木平の後からついていった。杉の木から左へ行くと、岩組の庭に続いていた。大小様々な岩を組み上げて、その上にカエデが二十本ほど枝を広げている。岩には苔がついて、その隙間にはまたいろいろな種類の死だが、それぞれの形と色を競うようにその葉を垂れていた。 全体は人工のものと思えず長い年月風をしのいできた自然の一部をそのまま映したような重々おもおもしくしんとした気分を潜めていたあれを見てごらん喜兵衛は指さしたお前の植えた未生の杉や松や山はぜやカバなどがあのとおりちゃんと育っているよ とははそっちを見ようとはしなかったくなに口をつぐみ朝浦草履のつま先で地面に何か書いていた喜兵衛はそれを横目で見てから向こうでちょっと休もうおいでと言って母屋の方へ歩き出した元次はどうしようかと迷う様子でしかしぐずぐずと思いきりの悪い足取りでついていった 披露宴へ歩み寄ると肩や袖を手ではたきながら高い声で人を呼んだ「まだあの癖が治らねえな」と元次は思った「こっちは仕事をするからゴミだらけになるが隠居の着物にはちり一つかかりゃしねえ悪い癖だ」と元次は眉をしかめた「さあここへおかけ」 騎兵は靴脱ぎに上がり広縁へ腰をかけながら元次に自分の脇をたたいてみせた久しぶりだ一口つきあっておくれあしはダメなんです元次は腰をかけて頭を振っただらしがねえってよくご隠居に笑わ,われましたがこればっかりは生まれつきでしょうがねえそうだっけなあ 根岸の親方と間違えたよ。元次は振り向いた「根岸が来たんですか?ドキドキ」「時々な」と言って喜兵衛は奥の方へ声をかけた「おちよ。酒はいいからお茶を頼むよ」。奥で返事が聞こえこの隠居も変わったなと元次は思った。 長屋住まいならともかく、いわきの隠居ともある人が、ふすま越しに用を命じるなどということはない。少なくとも前にはそんなことはなかった、と元次は思った。喜兵衛はまた喜兵衛で元次が岩組の庭から目をそらし続けているのを認め、やっぱりあれが事の原因かなと思っていた。 沢原町のうちへたびも使いをやったんだよ。と、喜平は言った。お前さんは二月に一度ぐらいしきゃ帰らないそうじゃないか。女将さんと二人の子供がチン仕事をして暮らしているって言うが、一体どうしたということだ。女将さんや子供たちをかわいそうだとは思わないのかね。かわいそうなのは、 うちのかかあやがきだけじゃねえ。どこの横丁、どこの路地にもうんざりするほどかわいそうな暮らしはありますぜ。と、もとじは答えた。あっしのうちだけに限っても、かかあやがきどもより、もっと悲しい哀れな奴が。彼は突然そこで言葉を切り、頭の後ろへ手をやった。こりゃどうも、口が滑りあがった。 言いたいことがあったら「気うじゃないか」と喜兵衛が穏やかに言った「日暮里の上人の身内でお前さんの右に立つものはなかった」「いやお世辞でもからかいでもない」というまでもないお前さん自身が知っていることだろうあしはもうこれで」と言って元次が立とうとした時 五十格好の老女が小女と共に茶菓を持って出てき「まあ喉を示し,しておいで」と喜兵が元次になだめるような口ぶりで言った。老女お千代というのであろう上品な顔立ちの老女は二人のために茶を入れ菓子鉢を勧めた後他に用事がないかどうかを聞いて小女と共に去っていった。 さあ飲んでごらん四五日前に宇治から届いた新茶だと言って喜兵衛はひょっと顔を上げたそうそうそれで思い出したがここで茶の木が育つだろうか実は麻布の猿お屋敷で見事な茶畑を拝見したんだがな新茶をいただくなんて生まれて初めてのことでね 元次は茶をすすってから言った。厳かなもんなんだろうが、あっしなんかには渋茶のほうが口に合います。話をそらすじゃないか。茶の木をやってみてくれないかね。根岸が伺ったとすると、ご存じでしょうが。ああ、知っているよ。と、喜兵衛は元次の言葉を遮った。 だがなぜだいここで前後とやりあったのが元かえ。あいつは食わせものです。お前は箱根までつけていったそうだな。私はその場にいなかったから聞かなかったが、どうして箱根くんだりまでつけていったんだね。元次は茶をすすり、持った茶碗の中を見つめながら、今考えると子供っぽくてキザで。 思い出すだけでも冷や汗の出るような気持ちだがあの時は真剣だったと詫び事でも言うような口ぶりで語った相変わらず岩組の庭の方へはがんとして目を向けようとしない日に明けて朝黒く引き締まった元次の顔の両のこめかみにかんしゃく筋が浮き出すのを喜兵衛は目ざとく見つけながら黙って聞いていた 五年前、そこは野庭作りだったのを、喜兵が岩組山水にすると言い出し、庭師の前五郎にその仕事を命じた。その頃前五郎は五十六か七で、遠州古竜とかいう造帝家として評判の高い男だった。元次はその評判を信じなかった。出入り先で前後の噂を聞き、 彼の作った庭をいろいろ見たが、その人間の手にかかったという筋の感じられるものはなかった。遠州古流がどんなものか知らないが、そういう名がある以上、そこには他の流儀とは違う型とか法があるだろう。少なくとも手がけた前後の呼吸が生きているはずである。手職の仕事にはその人の癖とか特徴が出るものだ。 仕立て屋のような細かい仕事でさえその人間の縫い上げた衣類は往来で見かけてもわかるという前後の仕事にはそれがなかった注文主の気にはいるらしいし実母に合わせてまとめる巧みさは目立つけれどもそれらを支える動かない筋というものがないのである ここのの庭を岩組にすると聞いたとき、元次は前後がどんなことをやるかと、ひそかにその動静を見張っていた。それで、前後が一人で箱根へ出かけていったときも、その後をつけていったのだ。前五郎は芦ノ湖で船を雇い、砂岩をめぐりながら図取りをした。元次も船で後を追い、釣りをするように装って、 前後がずどりをするのをしさいに見た「そしてつくったのがあの庭です」と元次は言った「断っておくがこれは悪口じゃありませんぜ」「聞いてみると足のこのさがげはよく庭師たちがずどりに行くそうです」と元次は続けた。 そこは確かに自然にできたとは思えないような見事な景色が連なっていました。どの一角を取っても惚れ惚れするような庭になる。あっしあうなったもんだ。ここにこういう手本のあることを知っているだけでも停したもんだ。こいつは本当にいい庭を作るかもしれねえぞってね。けれども、前後の作ったのは 図取りをした士の一角をそのまま写したようなものであった。図取り、絵取りをするのはいい。だが庭師なら自分の工夫があるはずである。絵取った下図をそのまま写すというのでは、本職の庭師とは言えないだろう。ちょっと器用なものなら素人にだってできる仕事だ。おまけに、前後はもう一つしくじった。と元 ちょうど10月のことで、そのあたりはカエがきれいに紅葉していました。ハゼや漆やぬるでなども、紅にと黄色を競い合っているようだったし、その下には未生の杉や松や、もう葉の散った二番映えの雑木などがあった。前後はそれを見落としたんです。岩組とカエデだけは国名に写したが、その他の木は、 目に入らなかったそれで岩組の上に楓だけ植えさせたのだが楓だけとすると芽吹きから紅葉そして散るのまでが一緒であるそんな傍ら庭があるものではない江戸った岩組をそのまま移すなら植える木にもそれだけの調和がなければならないそれで自分は苗木の杉や松 ぬるでやハゼ漆その他の漢木も植え込んだのであったするとそれを見つけて前後のじじいがこりあがったと元次は言った「これは俺の方式に外れている遠州古流は厳しい流儀で方式に外れたことは許せない」なんてねクソじじい。 あっしゃよっぽどあしのこの一件をばらしてやろうと思った。腹が煮えくり返るようだったが、相手が年寄りのことだし、植木職が庭師をやり込めても自慢にはならねえ。あっしゃ歯を食いしばって退散しましたよ。だが私は前後に手をつけさせなかった。見てごらん。と、騎兵は顎をしゃくった。 お前の植えた木は一本残らず、そのままあの通り育っているよ。へえ、と言ったが、元次はやはりそっちを見ようとはしなかった。それはそれでいいんです、と元次はうつむいていった。植木職が庭師に盾をつくのは筋違いだ。嫌ならそっぽを向いてりゃいいんだから。そうでしょ、う、ご隠居。 あっしが食をやめたのはそんなこっちゃあねえまるっきり別な話なんだ私はこの年になって悪い癖がついてねえ朝酒を飲まないと体の調子がよくないんだと喜兵衛が言った一口やりながら聞きたいんだがいいかいここはご隠居のお屋敷だどうぞというまでもねえだろうが しっかり長いをしちゃってすみません。あしはこのへんでおいとまにしますから。まあお待ちと喜兵衛は止めにかかったが元次は立ち上がって辞儀をし逃げるように裏の方へ回っていった下男の庄介はもういなかったしくぐりを出るまで呼び止められることもなかったあの隠居は変に気が回るからなあ。 元氏は急ぎ足に道を曲がっていった「心づけでも包まれたら引っ込みがつかねえや」彼は神田川の河岸へ戻り柳原土手に沿って大川の方へ歩いていった「暖かく柔らかな体の律動を夢うつつのうちに感じながらおとよかなとおぼろげに元次は思った」 まさかそんなことはないだろう。信濃屋は当分寄りつくまいと決めたんだから。しかし俺は酔ってるようだな。酒を飲むはずはないんだが、どこで飲んだんだろう。のどで懸命に押さえたすすり泣きのような声が聞こえ、短い間隔を置いてけいれんが繰り返し彼を包んだ。これは夢だな。夢の中で昔の女を見ているんだ。 それにしても誰だろう。この肌の匂いには覚えがある。他にはない匂いだ。口もあまり効かず、いつも節目になっていて、そのくせこっちの気持ちをよく見抜いていたっけ。俺が今日のやつにあれが食べたいと思うと、ちゃんとそれが出たもんだ。ここはどこだと、元次はよく下の回らない口ぶりで聞いた。 おめえだ,れだっけ。強くはないがはっきりした収縮と弛緩とが交互に起こり彼は締めつけられて半ば目が覚めた辺りは真っ暗で隙間を漏れる炎あかりもなく乾ききらない壁の湿っぽい匂いがした相手の体が柔軟に重くなり彼を締めつけていた力がゆっくりと しだいに何かが解けるように波動を伝えながら静まっていった「麹町のお屋敷だな」と元次がだるそうに言った「市橋様の中間部屋だろう」とすると「おめえは誰だ?」相手は答えずそっと彼に頬ずりをし安らぎの吐息をつきながら体を離した。 麹町ではすぐに帰った。竜巻町の岩城と同様すぐに帰った。市橋様の屋敷では酒を出されたっけ。だが飲まなかったし、中間部屋で飯を食べただけだ。待てよ。芝の彼岸寺では一日がかりで木の手入れをし、晩飯を食って出たはずだ。そうじゃね。彼岸寺じゃ寺男の小屋で寝たんだ。 そうだますぞのじじいがよっぱらっていつまでもへたくそなうたをうたっていたするとここはやっぱりしなのやだろうかいやそうじゃねえしなのやならこんなにかべがにおうわけはねえもとじはまたうとうとねむりにひきこまれるのをかんじた「かえるわね」とささやくこえがした。 かぜをひかないようにおやすみなさい元次はあくびをして寝返った「起きろよんさん」とせきをしながら呼ぶ声がした「もうお天ン様が屋根の上だ飯ができてるよ」「ダメだくたくただ」と言って元次はかけやぐを顔の上まで引き上げた。 おら、二日分も仕事をしたんだ。もう少し寝かしといてくれ。ご隠居様が待っていなさるんだ。おめえに話があるってな。さあさあ、起きて朝飯を食べちまっておくれ。まだ仕事が残ってるんじゃないのかい今日は一日中仕事をしたぜ。それは昨日だよ。と、咳をしながら言うのが聞こえた。 今日は橋立ての手入れをするって言ってたはずだがね。橋立てと聞いて元次は目を覚まし本能的に女はどうしたかと左右を見た。乾ききらない壁の匂いが六畳一間の小屋の中に強く匂いそれが形容しようのない虚脱感と頼りないような裏悲しいような思いとで彼をくるんだ。 開けてある戸口から日光がまぶしいほど差し込んでいてかなり広い土間は暗く小柄な老人がこっちへ背を向けたまましきりに水の音をさせていた向島だなと元次は思った伊豆聖の向島の寮だそうだとすると女は女は名は思い出せねえな なんだか変な名だったが、どうしてあの女だとわからなかったんだろう。あの年寄りは庭番の格さんだ。ここは格さんの小屋で、格さんは一人で寝起きをしている。では昨夜はどうしたんだろう。ここで寝ていたのか、それともここは俺たち二人だけにして、自分はどこかよそで寝たのだろうか。そうだ。 酒を敷いたのは各さんだ。俺は何か尺に触って、やけなようになっていて、それで飲んだんだ。しかし何が尺に触ったんだろう。へっ、何を言いやがる。この世で尺でねえことがあるか。男も女も世間中が寄ってたかって、俺をこずいたり振り回したり、眉間を殴りつけたりして、いい笑いものにしやがる。 ざま見やがれだ」と彼は思った「本当にもう起きなくっちゃダメだよ」と土間から賀来さんが言った「ご隠居様が待ってるんだから世話を焼かせちゃ困るよ」「ああ」と言って元次は起き上がった「まあいい仕事はまたのことにしてもいいんだ」 まあお飲み」と星左門が言った「どうにも腑に落ちないんでな今日は正直なことを聞きたいんだ」星左門はぬれえんに座布団を敷いて座り手酌でゆっくりと酒をすすっていた「年は七十二か三であろう痩せた小柄な体つきだが焦げ茶色の肌はツヤツヤとしているし 見事に白くなった髪の毛と一寸もありそうな厚い丁明眉とが焦げ茶色の肌を引き立てているように見えた日本橋の通り一丁目にある伊豆製の店は諸国の名茶を扱うので府内に名高くこの製材衛門が一台で仕上げたものだという二十年前に隠居し向こう島の寮へ引きこもったが 今でも5日に一度は店へ行くし、大事な得意周りも欠かさなかった。妻女には早く死なれたが、身持ちは固く、女遊びはしないし浮いた噂もなく、自分でも商売と酒だけが楽しみだ、と言っていた。この寮には庭番の角蔵のほか、飯炊きのばあさんと女中二人を使っている。 その二人はどちらもおとなしく気量よしで、一人は来てから十年、他の一人も七年くらいになるだろう。格蔵の話によると、二人とも幾度となく縁談があったのに、寮を出るのが嫌だと断り続けているそうであった。元次は、日暮里の上人にいる自分からずっとここへ出入りをしていたし、独り立ちになってからも植木のことは任されてきた。 だから出入りをするようになってもう20年近くたつだろう泊まり込みで仕事をしたことも見たびやごたびではないしおまけによく口論をした元字から見ると隠居はケチで仕事にはうるさく注文をつけるが払いとなると10文20文のことまで詮索する注文どおりの木を探すのに10日も20日もかかることが珍しくないが 旅費や宿賃を機嫌よく出したことはなかった。十年ほど前、庭の半分を潰して、ありその景色にするのだと言い出し、元次は一年がかりで30本ばかりの松を集めた。それはほぼ彼の予想通りに育ったし、星材衛門も気に入って、今では橋立てと名付けて自慢にしているが、その時の支払い勘定などは、 元の持ち出しになったほどであったいっそこっちから出入りをやめようと考えたことは数えきれないくらいだが清左衛門には不思議に人をひきつけるところがあり腹を立てながらも顔を見に来ずにはいられないのであったどうした飲まないのかい七。 元字は自分の平禅を見て眉をしかめた。大きなかんどくりに酒好きと小さな鉢が一つ。中にはキャラ吹きと小さな煮干しが三尾。小皿に名のひたしがあるだけであった。足が飲めねい口だっていうことは、知ってるよ、と陰境が遮った。 私だって高価な酒を嫌いなものに飲ませたくはないさ。これほど無駄なことはないからな。しかしお前さんはシラフでは言いたいことも言わない。黙ってどんな嫌なことも自分の胸の中にしまったまま、人には話さず、一人で肝を言ったり感触を起こしたりしている。その挙句が妻子を捨て、職まで捨ててしまった。 私は、彩書を捨てたりなんかしやはしません。と言い、元次は手酌で一つ飲んだ。誰がそんなことを言ったんです。俵町へ何度も使いをやったよ。カカアやガキは、ちゃんとやってるはずです。おかみさんはともかく、十三になる男の子までが、近所の使い走りをしていても、 ちゃんとやっていると言えるのかいと、生罪門は言った。もちろん、世間にないことじゃない。稼ぎのない亭主を持ったために、祭子が手い職や走り使い、子守りをして上をしのいでいる家族もあるだろう。だが、お前さんは違う。お前さんは日暮里の身内ばかりでなく、 植木職としてご府内に何人と数えられるほどの腕を持っている人間だ。冷や汗が出ら、よしておくんなさい。冷や汗と一緒に、本音も出したらどうだ。と、隠居は酒をすすっていった。それだけの腕を持ちながら、一体どういうつもりで職を辞めたんだ。どうして大玄さん。 元次はまた手酌で一つ飲んだ。どうして世間じゃこう酒ばかり飲むんだろうと思って彼は顔をしかめた。飲む時も臭えし、お首も臭えし、硬貨へ入ってもくせえ。たまにうまく酔えた時に楽な気持ちで女と寝られるぐれいがめっけもんだ。その他には三文の徳もありゃしねえや。と元次は思った。 返事ができなければ、こっちから行ってやろうか。と、静左衛門が言った。三日ばかり前のことだが、私は橋場の藤吉さんに会ったよ。お前の古い出入りだそうだね。元次は逆月を持った手で、顔の前を横になでるような仕草をし、たかが五年そこそこです、と言った。だとすると、 よっぽど気があったんだな。商売となるとね。そうかな酒きを口のところで止めて、隠居はちょっと歯を見せた。手のことから松の枝下ろしまで、詳しく藤吉さんに話したそうじゃないか。そこそこ二十年も付き合っている私には、一言も話した試しのないようなことをね。 もとじは、やけになったように、酒好きで二杯、続けさまに飲んだ。口の軽い旦那だ。こっちはそんなことすっかり忘れちゃってるのに。手の話だなんて、きっと首でも釣りてえような気持ちだったんでしょうよ。木や草を扱うには、生まれつきの手というものがある。理由はわからないが、同じ条件で扱っても、 その手を持っているのといないのとでは、木や草の育ち方がまるで違う。植木職仲間では知らないもののないことであり、同時にそれがどうしようもない天性のものであるため、口に出して話すようなことはなかった。それが聞きたいんだ。と言って、生財門は真っ白な長明眉をあげ、あげた眉をぐっと目の上へ下ろした。 例のことはまあいい。私も初めて聞いた話ではないし、別に必死隠しをするようなことでもないだろうからな。けれども、金特んで松の枝を切ったというのは、本当のところどういうことなんだきっと、首でもつりてえような気持ちの時だったんでしょう。それとも商売家で、 話を面白くしたのかもしれないとね。あげ足を取っちゃいけねえ。もとじは酒をあおった。こんなことをご隠居に話すのは嫌だ。叱り飛ばされるに決まってるからね。けれども、藤吉の旦那が喋ったとすれば同じこった。確かに、金くのでこすけは、足の植えた松の木の一番大事な枝を ばっさり切っちまいました。相談もしずにかえ。一言も。元字は首を振っていった。ご隠居にはわかるだろうが、注文通りの木を探し、それを移してきてうまく育てるのはちょろっかなこっちゃね。雨、風、雪、霜の心配から、土替え、根替え、枝揃えと。 それこそ血の身子を育てるように大事にかけて面倒を見るもんだ。しかも他の仕事と違って、百日や二百日で拉致の悪こっちゃねえ。木によっても違うが、少なくって三年、待つなんぞは五年も十年も炭性して、どうやら形のつくもんだ。そうして、こんなら手を離してもいいというところまでこぎつける頃には、 こっちの血がその木に通って、女房子よりも可愛い、心底からの愛情が生まれるもんだ。他の仕事だってそうかもしれねえが、こっちの相手は生きている木だ。幹も枝も葉も生きていて、こっちがその木になれば愚痴を言ったり笑ったり、叱りつけたりすることができる。木は人間同様、生きている者話もできるんだ。 わかりますかいご隠居。生左門は黙ったままで頷いた。それを金徳のデコスケは、何かの邪魔になるからって、一番大事な中枝を一本、情け容赦もなく、付け根からバッサリ切り落としちまえやがった。元次はゆっくりとうなだれた。苦労して育てて、 ようやく形ができたというところです。あしは切り口の白っぽい木肌を見たら、我が子の腕を切り取られたように、胸のここんところが。そこで元次は絶句し、得意の酒を酒漬けへたんで飲んだ。それを見て、星左門が手を叩くと、若い方の女中が出てき、星左門は酒を命じた。 その女中は二十五か六になるだろう。ふっくらとしたお長な,な顔に憂いのある眉。下だけ肉のやや厚い唇は紅を塗ったようにしっとりと赤かった。およそのところはわかったよ。と、星左門は緊張した気分をほぐすように言った。お前の気持ちはほぼ察しがつくがね。 素人じゃない。お前さんは商売人だ。植える木に愛情を持つのは当然だろうが、一本や二本のことじゃない。愛情と商売とのけじめをつけるわけにはいかないのかね。そういうことのできる者も,もいるでしょう。あっしにはできねえ。もとじはうなだれていた顔をゆっくりとあげた。 だらしのねえ話だが、あしにはそういうけじめをつけるなんてことはできないんです。本当にできねえんです。人それぞれだな。それだけじゃねえ。屋敷の名は言えねえが、他にもサルスベリや梅やつげなどで、勝手に穂を詰めたり、枝を下ろしたりされたことが、 五度や七度じゃありません。しかしおかしな話だ。元次は頭を左右に振った。向こうは金持ちの注文主。こっちはたかが御用を承る植木職でさ。金を払って植えさせれば木はもうあっちのもの。枝を切ろうがぶち折って薪にしようが向こうの勝手で。 こっちに文句を言う権利はこれっぽっちもありやしねえつまるところただいまのお笑い草だそうでしょうご隠居さん清左門が何か言おうとした時さっきの女中が入ってきた元次はそっぽを向き清左門に目配せされて女中は勘どくりを元次の平膳の上へ置いた 空になった特意を盆にとって、出て行きながら女中は元字を見たが、彼は気づかないようであった。人それぞれだ、と生罪門が言った。他の人間にはお笑い草でも、ある人間には生き死にに関わる問題かもしれない。お前さんの気持ちは分かった。けれども、 食をやめてこれから先どうするつもりだい小じきですよ、この通り。元次は酒をついだ酒好きを目のところまで上げ、歯を見せて微笑した。自分の植えた木のある得意先を回って、ちょっちょっと手入れをし、そこの旦那方から茶屋酒を振る舞ってもらって、おべっかを言ったり機嫌を取ったりするんです。 うまくいけば心づけにありつけるし、まずくいっても飯ぐらいにはありつけますからね。そんな都合のいいことが続くと思うか。得意先にもよりますがね。もとじはまた微笑した。まず、その心配はねえようです。八。例えば、 もとじは続けていった。失礼だが、ご隠居さんは感情高くてケチだ。お前がそう思っていることは知っていたよ。けれども、ケチにはケチの見えがある。現に昨べは止めていただいたし、この通り酒の地層にもなってますわ。もちろん心付けがもらえるなんとは思っちゃいませんがね。 生材門は酒をすすり、ちょっと考えてから言った。よかったら、ここへ住み込みで、庭の面倒を見てくれないかな庭のことなら、格さんがいるでしょう。木のことは、格像では間に合わない。あしもご同様でさ、これまで植えた木の世話はするがね。職を辞めた以上、 もう、木のことには手を出さねえつもりです。人間は気の変わるものだ。そう言い切ってしまわなくともいいだろう。生左門は穏やかに言った。これは聞いた話だが、お前さんに後を譲りたいという親方がいるそうじゃないか。初耳ですね。何かの間違いだろうが。 本当だとすれば、頓宮な野郎だ。と言って、元次は逆付きを伏せた。じゃあ、これから橋立てを見てきます。そして彼は、六様挨拶もせずに、庭番小屋の方へ去った。星左門が何か言ったようだが、元次は振り向きもしなかった。これから先どうするつもりかって、へっ、こっちで聞きてくれだ。 ねえ、ご隠居。お前さんこれから先どうするつもりですかい一代で伊豆勢の寝台を起こし、大層な金持ちになり、後をせがれに譲って隠居しながら、いい歳をしてまだ店へ通い、油断なく帳尻に目を光らせたり、暇があれば得意回りを欠かさないという。それでどうしようというんだ。そんなことをしていてこの先、 どんなものを手に入れようというのかいこれまでにない何か、この世のものでないような何かが手に入るとでも言うのかいこれから先どうするかって <laughs> 人間明日のことさえどうなるかわかりやしねえ。ことに俺なんざもう一生が終わったも同様なんだ。ケチジジイ、おめえこそこの先どうしようと言うんだい 手加護を下げて若い方の女中が来、おやつですと言った。元治は敷いてあるご座の方へ行き、腰に挟んでいた道具を外しておき、手拭いで汗を拭きながらご座の上へ腰を下ろした。女中は手加護から茶道具と皿に盛った饅頭をそこへ出し、茶を入れて進めた。ありがとうよ。元治は茶碗を受け取りながら、 無遠慮な目で女中を見た。おら、どうも人の名が覚えられなくって困るんだが、お前さんの名は何て言ったっけな普通は、みって言うんですけれど、女中はかがんだままうつむいて、恥ずかしそうに答えた。本当の名は、ゆうきちなんです。ゆうきち男みてえな名だな。 えあたしの上に兄があって生まれて半年そこそこで死んだんですって少ししたったるいささやき声で女中は言ったお父っさんがバカなくらいかわいがっていて死なれたあと100日ばかり本当にバカのようになったそうですそして今度も男の子を産めっておっ母さんをしょっちゅう責めては今から名は裕吉に決めたって言うんだそうです 死んだ兄の名が、ゆうきちだったんです。と、女中は続けた。それで、生まれてくる子がたとえ女でも、名はゆうきちと決めた。だから男を産むんだぞって、あきずにおっかさんを責め続けたんですって。そうして、女のお前さんが生まれた。ええ、とうなずいて、女中はくすっと笑った。 お母さんはまさかと思ったそうですけれどお父っつぁんは言ったとおり人別にも雄吉と届けちゃったんですって家主や町役がよくそれで通したもんだないろいろ文句があったんですけれど俺の子に親の俺がつけた名だってお父っつぁんは頑張り通したって聞きました母が隅という呼び名をつけて近所の人たちにも頼み 父親のいないところでは、すみと自分でもいい、人も呼んでくれた。けれども子供たちは耳ざといから、いつか本当のことを嗅ぎつけてしまい、ゆうきち、ゆうきちとからかうのであった。あたしの名はおすみだって言い返すと、悪垂れな子はそうじゃないゆうきちだ。本当は男の子だろう。嘘だって言うんならまくってみせろ。などとからかった。 お住みは泣きながら家へ帰ったが子供は面白がって何かというとまくってみせろとはやしたてるのであった「笑わないでください」と女中はささやくように言った「あんまり言われるので私自分のを見たんです」「恥ずかしいけれど幾度も見たのよ」そして男の子のも見て「自分は片輪なんだ」と思いきめてしまったんです 子供の自分にはよくあることさ。ええ。女中はかすかに頬をあからめながらうなずいた。あたしの友達にせっちゃんという子がいて、その子も男の子に変なことを言われ、自分のと男の子のと違うのを見てから、やっぱり自分は片はなんだって思ったと話していました。それで一生嫁には行くまいと決心し、 ずっと縁談を断り通してきた。この寮へ女中勤めに入ってからも縁談はたびたびあったけれど、やっぱり一度も承知をしなかった。無論、片輪などでないことは、年頃になる頃に分かってはいたけれど、いざ結婚という話になると、片輪だと信じた小さい自分の恐れが胸によみがえってきて、とても話を聞く気にさえならなかった。 そうして、あなたと知り合ったのだ。と、女中は言った。うまいなあ元もとじは菓子を食べていった。これは、並木町の名家堂の茶饅頭だな。ええ。と、女中は目を伏せて答えた。あなたがお好きだというので、あなたがいらしたので買っておいたんです。うまい。 と元次は言った。おらこの茶まんじゅうが大好きだ。おかしな名だと思ったが、ゆうきちとは知らなかった。二度目のときだっけかな。あたし本名はゆうきちって言うんですって言ったんだな。こっちはただおかしな名だと思っただけだが、まさかね。何をこっそり思い出し笑いなんぞしているの 女が言った。ここに一人者がいるんですからね。罪ですよ、親方。嫁に行くのは嫌だが、男は欲しいというやつさ。うさねえや。なんだかお安くないような話ね。女は元字に酌をし、自分も手酌で飲んだ。親方、その人に惚れてたのね。不思議だ。 今夜は酒が飲めるぜ。あたしもうまいわ今夜のお酒。女は元字に酌をし自分もまた手酌で飲んだ。親方にはお目にかかったことがあるわね。人の酒だと思ってあんまり売り上げを上げるなよ。今夜は私たしのおごり。店も開けないのよ。おめえ一人でやってるのか こんなおばあちゃんでは構いてがないでしょ。夫婦別れをしてっから丸二年。おすねこも近寄りはしないわ。そうじゃねえ、この店のことさ。うまく逃げるわねえ。女はこびた目で睨んだ。この店なら私一人よ。夕方からは通いの女の子が二人来ますけれどね。親方さえよかったら、今日は休みにしますわ。 またか。また例の通りか。女たらしってね。俺が何をしたって言うんだ。夫婦別れをして二年だという。品の屋のおよは、亭主に死なれて五年になると言った。亭主は酒と女と博打で、金をせびる時以外は寄りつかない。小さな旗子宿でも商売をしていれば元手が必要だ。食べ物から医療。 器物や家具の修理など、毎日何かしら出せんがある。亭主はそんなことにお構いなしで、せびるだけせびり、断りでもすればすぐに手を挙げた。いつも体に生傷かあざのたえたことがないのよ、と言ったっけ。五年前に爆地場で頓死をしたとき、嬉しくって祝い酒を飲んだくらいだという。それで男には心底懲りたから。 二度と弟子を持つ気もなし、男もまっぴら。もちろんあんただけは別だけれど。一緒になりたいとか、いつまでも続くようになどとは思わない。そしてあんたと切れたらもう一生男の人なんか欲しくはないと言った。ねえ、親方と、女が甘えた声で言った。今夜は、あたしに付き合ってくださるでしょ ここへ来たのも初めてだし、おめえに会うのもこれが初めてだぜ。あたしは子供の時分から知っているような気がするわ。女は新しい勘どくりをとって、元寺に釈をし、自分の酒好きにもついだ。店は夕方からなんだけれど、親方が入っていらしたとき、断るのも忘れちまったのよ。待っていた人が来てくれた。 っていうような気がしたらしいわ。三日も泊まり込みの仕事でくたびれてるんだ。そんなら後でもんであげるわ。あたしおっかさんにしつけられて肩腰をもむの上手なのよ。いつかまたな、と元次は言った。何か食うものをもらおう。薄情な人ね。女は優しくにらんだ。 ここは並木通りで、俵町へはひとまたみだ。薄情者か、ちげえねえ。おかしな話だが、他人から見ればこの俺も、おとよの頓死をした亭主とどっこいどっこいってことになるんだろう。誰も何にも知りゃしねえし、知ろうともしやしねえ。人のことは長藩で決めるように片づけてしまう。てめえのことは棚にあげてさ。 うんざりだ。早く年寄りになって誰にもかまわれずにのんびり暮らしてえだけだそれにしても五十いく日か敷居が高えな俵町の横丁の表棚の家は講師作りで父親が生きていた頃はそこが看板かきの仕事場になっていた。 今は格子戸の中がすぐにどまで、上がりがまちには障子が立ててある。元次は格子を開けて、帰ったぜ、と声をかけ、上へ上がろうとすると、人の足音がこっちへ来、中から障子を開けて一人の少年が元次の前に立ちふさがった。よう、ひでか。と元次が言った。おふくろはいるか。秀 13歳のはずだが、元次の目には15、16にも見えた。土間から見上げているためか、背丈も高く、体全体がたくましくなったように思えた。帰んなよ、と、秀次は声変わりしかけている声で、無表情に言った。ここは俺たちのうちだ。おめえなんかの来るところじゃねえぜ。元次は口を開いた。 自分の聞いたことがなんだか、まるで理解ができなかったのだ。何を言うんだ、秀と、元トは曖昧に微笑しながら言った。おめえ寝ぼけているのか俺だぜ。ちゃんだぜ。うちにはちゃんなんぞいねよ。と、秀デは言い返した。母ちゃんと姉ちゃんと、おいらの三人だけのうちだ。帰ってくれよ。 おいおい元次は笑い顔で言ったからかうのもいいかげんにしろよ秀。おめえまさか本気で言ってるんじゃねえだろうな自分で分からねえのかい秀デ次は両手を太ももに沿って下ろしていたがその両の拳は見えるほど震えていたここは俺たちのうちだチャンもいたけれど ちゃんの名は人別から抜いちまった。家主のおじさんも、長役の旦那も承知の上なんだ。嘘だと思ったら聞いてみればわかるよ。人別から抜いたって。元次はまた口を開き、それから静かに言った。このうちの初体主は俺だ。初体主の俺を人別から抜くなんていうことが。 できると思うのか。姉ちゃんと、秀次は奥に向かっていった。佐ハさんと辻番へ知らせてくれ。うるせえことになりそうだからな。返事はなかったが、裏の勝手口の戸を開ける音が聞こえ、元次はカッとのぼせあがった。おつねと、元次は奥へ向かってわめいた。 出てこい、おつね。これはどういうことだ大きな声を出すなよ、みっともねえ。と、秀では大人びた口ぶりで言った。どういうことか。わけはそっちで知ってるはずじゃねえか。サハイさんにも辻番にも話してあるんだ。あの人たちが来ねえうちに帰る方がいいぜ。さもねえと、無宿人のがでしょっぴかれるからな。元とは、 子供を殴りつけようかと思った。体中がむずむずし、両の拳が震えた。しかし、目の前に立ちはだかっているひでじには、母や姉や自分をひっくるめてこの家を守ろうとする決意のようなものが感じられて、もとじは思わずたじろいだ。わかった。それならそれでいいんだ。と、もとじは顔を上げ、虚勢を張っていっ また出直してくるよ。来なくってもいいよ。と、ひでじは言った。誰も待っちゃいねえからな。毛をむしり取られ、皮を剥がれたようなもんだ。と、もとじは思った。自分はそういう扱いをされるようなことをしたんだ。という開魂と、仮にも親子じゃないか。親子夫婦じゃないか。 という憤りとが心の中で絡み合い立っている力が足から地面へ吸い込まれていくように感じられたそうかそうか元次はべそをかくように微笑して片手をゆらっと振ったいいよわかったよ女房子から無宿人にされたなんて話は聞いたこともねえが 俺が悪かったんだろう。いや、俺が悪かったんだ。勘弁してくれ。みんな達者でな。そして元次は格子を開けて外へ出た。出た途端に六尺棒を持ったバンタと二人の若い者を連れた左配と顔を合わせた。彼らは元次の出てくるのを予期していなかったらしく、彼の顔を見るなり後ろへ飛びのき、 バンタは六尺棒を車に構えた。いや、いいんだ、いいんだ。もとじは片手を振った。もう済んだんだ。悪かったな。もう大丈夫だ。何もごたごたはありゃしねえんだから。そう言っているとき、彼らを押しのけるようにして、反転ぎにももひき姿の若い男が前へ出てきた。 ようやっと会えましたね。なんだ、根岸の中吉じゃねえか。この7日間、ずいぶん探しましたぜ。と、その若者は左右の番太や左牌たちを見回しながら言った。5日目に他兵と会いましてね。昨日から神田川のそばの旗子宿で待ってたんです。これから来てもらえますか。 来いと言ってどこへ根岸シですよ。と、若者は言った。親方が待ってるんです。太平は今でも根岸か。来てもらえるんですか元次は差配を見、バンタや男たちを見た。妻や子供たちに人別帳から抜かれ、無宿人にされた。無宿人。そして今は、 ねぎしへ呼び出されている。他兵が言った。誰かが付け狙っている、探し回っているってな。それはこのことだったのか。この左派やバンタたちのことはどっちでもいい。ここをおとなしく出て行けばそれで済むことだ。しかしねぎしの兄はどんな用があるんだろう。なぜ俺のことを探し回っていたんだろう。と彼は思った。 用ができたんでね。元次はバンタと佐灰たちに言った。あしはこれで失礼します。もうこの町内へ帰ることもねえでしょう。お世話様になりました。さあ行こう、中行と元次は言った。まるで図書に惹かれるなんとかのようだな。歩き出しながら元次は思った。俺が何をしたと言うんだ。言い逃れはしねえ。 女房や子供、女たちには白情だったかもしれないけれども、それにだって訳はあるんだ。誰もわかっちゃあくれねえが、俺だって人間だ。犬畜生じゃねえんだ。女たらし、白状者。今度は無宿人。そして罪人かなんぞのように、ネギシエショッピーていかれるのか。もういいや。どうにでもしてくれ。勝手にしやがれだ。と、もとじは思った。 ねぎしのせいしちは歳、ご十じゅうにさい。もとじのあにきぶんであり、にっぽりのうえじんでは、いちのみぶんであり、そしてうえじんのそとしごとのいっさいをきりまわしていた。おおやぶんのじんごろうは、ばくふのおにわがたごようをつとめ、せんだがやぎょりんの管理をまかされている。ほかに、くにもち大名初夏からのようは、そとしごとといい、 それをまかなっているのが、ねぎしの性質であった。まあ、落ち着け。と性質が言った。そこへ座れよ。楽にしろ。性質の妻で五十歳になるおこんが、茶と菓子を持ってき、あなたの好きな並木町のまんじゅうよ。名家堂の茶まんじゅう、覚えてるでしょと言った。 おこんはこう産まないためか若く、せいぜい三十五六にしか見えない。肌も桃色でつやつやしく、程よい肉付きで、笑うと左の方にくっきりとエクボが出た。あの女にも言ったのだろうか。もとじはまんじゅうをつまみながら思った。向島の寮の女中だった。へんてこな名前の女だったな。同じまんじゅうだった。そうか。 浅草並木の茶饅頭だったのか。俺が忘れてるのに覚えていてくれたんだな。しかし誰が頼んだ。俺はそんなことは一度だって口にしたこともねえぞ。元次は茶をすすりながら饅頭を二つ食べた。静七はキセルでタバコをふかしふかし、重い荷物でも背負っているように肥えた自分の膝を見下ろしていい。 おこんは自分のかわいい子でも見るように目を細め唇をほころばせたまままじまじともとじの顔を見守っていた。いつ食べても、もとじは唇で手を拭きながらおこんに言った。メーカ堂の茶まんじゅうはうまいですね。もとさんは昔っから好きだったわね。もういい、と静七が言った。 話があって呼んだんだ。おめえはあっちへ行っていろ。相変わらずこうなのよ。うるせえ、あっちへ行っていろと言ったろ。わかりましたよ。と言って、おこんは立ちながらもとじを見た。あとで晩ごはんを持ってくるけれど、もとさん何がいいだが、静室に睨まれると、おこんは首をすくめながら出ていった。 元は座り直し上目遣いに静七を見た「おたいが死んだ」静七が低い声で言いキセルをはたいた知っているか元次は片方へ首をかしげ次に反対の方へ首をかしげたおたいって誰ですかお前真面目なのか 元次は目を見張って何か言いかけたまま口をつぐんだ。わかった。本当に忘れたらしいな。静七はうなずいて、キセルをそっとタバコ盆の上に置いた。それじゃあすまねえことなんだが、相手がお前じゃあしょうがねえ。おたいとはな、池の旗の六助んとこの女中だ。 元次は考え考え聞き返した。縮れっけの太ったあの女ですかそんな言い方があるか。仮にも人間一人が死んだんだぞ。すみません。元次はお辞儀をしたが、何か腑に落ちないように口ごもった。けれども、その女が死んだのと。 首をくくってだ。ええ、すみません。もとじはまたおじぎをし、それから首をかしげた。あっしにはまだわからねえんだが、一体その女が首をつって死んだのとあっしと何か関係でもあるんでしょうか。怖い白髪のまばらに伸びた静七の方が見えるほど引きつり、大きな目がぎらっと光った。 聖七夫婦の間にはいまだに子がないし、日暮里にいた時から大きな声を出したり怒ったりしたことはなかった。けれども聖七が本気で怒る時には頬が引きつるのと目の光とですぐに分かった。昔から分かっていたことだし、それは大かたの雷よりも身内の者たちを縮み上がらせたものであった。 今にも何かされるかと反射的に身構えたとき、障子を開けて福田が入ってきた。年は元治と同じ三十七。小太りで肩がいかつく、武将ひげが濃く、唇が厚くて大きかった。とうとう捕まえたぞと福田は元治の前へ音を立てて座りながら怒鳴った。 三十日の夜もてめえをかけていたんだ。よくもいたちのようにうまく逃げ回っていやがったな。話は静かにしろ、と静七が言った。気の早いのが服の悪い癖だぞ。兄はまあ、聞いててください。福田は元字を睨んだまま強く頭を振った。 こいつには言いたいことが山ほどあるんだ。その大抵は自分の恨みや憎しみだから、今日まで我慢して言わずに来たが、今度はそうはいかねえ。こいつは日暮里の大親方はじめ、身内の者全体の顔に泥を塗ろうとしてやがるんだ。俺を付け狙っているものがあると、他兵の言ったのは、服だったのか、と、元次は思った。それにしても、 上人の身内全体の顔に泥を塗るという言葉にはびっくりしたようであった「ちょっと待ってくれ福」と元次は座り直した「今言ったことはどういうことだいや待てその前に自分の恨みとか憎しみとかっていうのはどういうことか聞かせてもらおうか」福田は飛び出しそうな目で 元次の顔をじっと見つめ、膝の上の拳を震わせた。六助んとこの、お体が死んだことは聞いたかと、福田は言った。聞いたろうな。元次は頷いた。かわいそうに、首をつって死んだそうだ。かき置きには、おめえが夫婦になると約束してくれたが。 年も二十八になってしまい、約束も当てにはならなくなった。もう生きている張り合いもないからと書いてあったそうだ。それは違う。もとじは首を振った。俺はそんな約束なんかしたことはないし、こっちからちょっかいを仕掛けたことさえないんだ。じゃあ、お菅の時はどうだもとじは瞬きをし。 のろのろとした唇を舐めた。おすがって、誰のことだ貴様はそういう人間だもう少し穏やかに話せないのかと、性質がたしなめたが、福田は耳にもいらぬ様子で、声は低めたが、その姿勢にはさっき見えたものが現れてきた。貴様は、そういう人間だ 福田は懸命に自分を抑制しようとしながら言った。よく考えてみろ。まだ日暮里にいた自分、道館山の下にあった掛け茶屋に、綺麗な兄弟の娘がいたろう。元次は首をかしげながら、何か口の中でつぶやいていたが、それを思い出したのだろう。あっという表情で福田を見た。その時、 正七の妻のおこんが茶菓子を持って入ってきたが、正七がきつい目つきで頭を振るのを見ると何も言わずにおとなしく出ていった。おすがっていうのは妹の方だった。と福田は言った。おおよそ二十年前、てめえと俺は十八でおすがは十五。細っこい体の小柄な ひ弱そうなかわいい娘だった。てめえはそのおすがを、まだほんの小娘だったおすがを、たらし込んで捨てやがった。覚えてるだろうもとじは目をつむった。それも違う。そうじゃなかった。あの娘は、ひ弱でもなく小娘でもなかった。とんでもない。あんなに体が丈夫で、 色ごとに飽きない女は他にいなかった。と彼は思った。貴様に捨てられてからお巣がはぐれ出して、自分から狂わへ身売りをし、それから丘場所へ落ち着いて、五府内の丘場所を次から次へと渡り歩いた。と福田は続けていった。その挙句が、けころ、よたかにまで成り下がって、 今は行方知れず、生きているのか死んじまったかもわからねえ。俺はあの娘が好きだった。福田はそこで喉を詰まらせた。彼はもう外文も恥もなく、抑えていた恨みと怒りを手に取って叩きつけるように感じられた。俺は死ぬほどお素顔好きだった。と福田はいった。 あと一年か二年したら、嫁にもらうつもりだった。本気でそう思っていたんだぞ。それをてめえは、めちゃめちゃにしちまいやがった。相手がてめえだということは後でわかったが、その時わかっていたら、おらきっとてめえを殺していただろう。そうだったのか。それで服は一人身のままでいたのか。と、もとじは思った。 いやまさかどんなに一徹な人間だって一人の女のために独り身を通すなんてそんなことがあるはずはないしもしあるとすれば尋常な人間じゃないそんな男はどこかが狂っているんだと元次は思い直したてめえが女たらしだってことを知らねえものはねこれまでにどれほど女を垂らしどれほどの女を泣かせ 一生ダメにしたか。自分も数えきれねえだろう。おまけにだ。と言って、福田は自分の両の膝頭を力いっぱい掴んだ。おまけにてめえは、女房子まで捨てちまって、安宮の女なんぞ次から次と騙し歩いているそうだ。お菅のことだけなら、今でもてめえを殺してやりてえが。 自分の女房や子供まで見捨てるような男には、殺す値打ちもありゃしね。貴様は女ばかりでなく、木や草まで垂らし込む奴だ、と福田は続けた。植木職としては確かに腕っこきだし、それは大家方も身内の者もみんなが認めている。けれども、貴様の手がけた木が全て注文通りに育ち、 一本のしくじりもなかったというのは不自然だ。人間のすることなら、どんな名人上手にだって、誤りや子孫児はある。それが人間であることの証拠だ。そうじゃねえか、と福田は言った。元次は、なお黙っていた。これは、俺がてめえに言いたかったことだ。と、福田は座り直した。 だが、これから言うことは、恨みや泣き言じゃねえ。上人の身内全体の外分に関わることだ。いいか、腹を据えて聞けよ。まずはじめに。と、福田はすぐに続けた。てめえは得意先へ行って、自分の植えた木の手入れをし、妙な愚痴をこぼしては金をねだり回っているという。 てめえはねだったことなんぞねえと言うだろうが、そのたびに飯を食い、包み金をもらえば、つまりねだりに行くっていうことに変わりはねえ。なぜならてめえはもう植木職じゃねえからだ。もとじはきっと顔を上げたが、やっぱり何も言わなかった。てめえのことはいろいろ聞いた。福田は嘲笑するようにた。 どこそこの庭へ植えた松の一番大事な枝を切られたとか、どこそこでは何々の木の枝を邪魔だからと言って切られたってな。聖艦長の岩木さんでも、伊豆聖の向島のご隠居のとこでも、その他金徳さん、藤吉さんでも、同じような泣き言を並べたって言う。それもただ気を引いて、わずかな包み金をねだるためにだ。そうじゃねえのか ねぎしの兄。と、もとじは静七に言った。俺にも、少し話させてもらえますか。静七は、たばこに火をつけながら、福田を見た。福田は待っていたように、膝をにじらせて。痛いたいことがあったら言ってみろ。聞くだけは聞いてやる。と言った。人間 でな、おかしなもんだ。と、もとじは低い声でゆっくりと言い出した。子供の時から一緒に育っても、相手の心の中や考えていることまではわからねえ。口に出して言ってみたって、信じるものもあるし、信じねえものもある。人間には酒の好きな奴もいるし、まんじゅうの好きな奴もいる。 酒の好きなやつにまんじゅうの話をしたってわかりやしねえ。ごまかすなと福田が言った。酒だのまんじゅうだのと余計なことを抜かさずに言いていことをはっきり言ってみろ。おら、女を垂らしたことはね。誰も信じねえかもしれねえが、おら女を口説いたこともなし、ちょっかいを出したこともねえ。 なことはは一度もしたたこととなかったと元次は言った「服には悪いがオスガという女もそうだ」「おめえはひ弱な小娘だって言ったしそう信じているんだろうけれども本当はそうじゃなかったんだ」いやまあ聞いてくれどんなふうにそうじゃなかったかってことは言えやしね 言ってもも信じちゃららえねえねだろうからなしかし違うんだ違うんだそうじゃなかったんだよ福およそ20年前のことだてめえの言うことが嘘か本当かってことを今ここで確かめるわけにはいかねえほら聞くだけは聞くと言ったんだいいから言いていことをすっかり言ってみろ 信じようと信じめえと勝手だが、オら一度だって女に手を出したことはなかった。と、元次は言った。いつでも女の方から寄ってくるんだ。うぬぼれていると思うなら思うがいい。だが、こっちには何の気もねえのに。晩たび女からせがまれてみろ。うんざりするどころか、ヘドを吐きたくなるぜ。 どうにでも言えるさ。証拠はねえからな。おすがが、ひ弱な小娘だったっていう証拠はあるのか女房や子供たちを見捨てたことはどうだと、福田がやり返した。人間のすることに、いちいち証拠なんかはねえと言いてんだろういかにも、証拠をどれだけ集めたって。 人間のしたことの善悪は決められるもんじゃねえだろう。だがな、時には動かねえ証拠ってえものもあるんだぞ。十一。さっきも言ったように、てめえは得意先へ行っては、どこそこの屋敷へ植えた松の木の一番大事な枝を断りなしに切り落とされたとか、どこそこでは何の木の枝 どこそこでは何の木と、育てた木の大事な枝を断りなしに切られたと、泣き言を並べた。そうだろう。と、福田が言った。そういったことに間違いはねえだろうな。そうだからそうだと言ったんだ。嘘をつけ。本当のことはわかっているんだぞ。てめえは自分で木の枝を切った。 松の木も他の木も、みんな自分で切り落としたんだ。ちゃんと見ていた者がいるんだぞ。元次は何か言おうとしたが、口から言葉は出なかった。彼は片手で額を横なでにし、うつむいて自分の膝をさすった。さあ、と福田が言った。なんとか言ってみろ。 何が嘘で何が本当だ元次は考えていてから、根岸の兄、冷やでいいから酒を一杯もらえまいかと聖七に言った。福田はごまかすなと言った。聖七はそれを制して妻を呼び、酒を持ってくるように命じた。おこんは不審そうな顔をしたが、間もなく湯飲み茶碗に酒をついで持ってきた。 元治はそれを受け取ると、顔をしかめて半分ほど煽った。おら、女房この手で人別を抜かれ、無宿人にされちまった。と、元治は言った。罪は俺にあるんだろう。三年も家族をほったらかしにしていたんだから。だがな、服。なぜ俺が職を辞め、 うちを飛び出したかっていうことにはそれなりの訳があるんだ。またうまく言いくるめるつもりかそう思うなら思うがいい。だが聞くだけは聞いてくれ。と言って、元次はさもまずそうに酒をすすった。女房のお常は、俺が初めて惚れた女だ。 金徳の隠居所で仲働きをしていたのは、服も知ってるだろう。口数の少ない、はにかみ屋のおとなしい娘だった。俺は生まれて初めて、こんな娘もいたのかと思い、隠居に頼んで無理やり女房にもらった。田原町へうちを借りて、それから今日まで十五年か。子供も二人生まれたし、 貧乏所帯だが食うに困るようなことはなかったそれが3年前の9月頼まれてホの木を探しに行った青梅から八王子御岳の奥まで歩き回ったそうしてようやくこれはと思うような木を見つけそれを引いて江戸へ帰ったのが8日目頼まれた屋敷の庭へ移してすっかり後始末をしてからうちへ帰ったのが 12日目であった。おら、くたびれていた半月近く湯にも入らずろくなものを食べずに山歩きをしてきたあとだとにかく湯に入ってうちの飯をゆっくり食べようとそれだけを楽しみに帰ったんだところがと言って元次は酒をきれいに飲み干したところがお常のやつは 俺の顔を見るなり、飯の支度はそこにできてるよって言ったまんま、買っていっちまいやがった。飯の支度はそこにできてるよって。元次はそこで歯を見せた。笑ったのではない。自分では笑ったつもりだったかもしれないが、それはむしろ泣きべそのように見えた。おつねは変わっちまった。 生まれて初めて心から惚れた女だったが、もう俺の惚れたお常じゃなくなっちまった。元次は頭をぐらっと揺らした。なぜだかわからねえ。くどいようだが、俺ラ半月近くも仕事で山歩きをし、ほこりだらけで骨までくたびれて帰ったんだ。それをお帰りなさいでもなく、さぞ疲れたでもねえ。 いきなりそっぽを向いて、飯の支度はそこにできてるよって。てめえの日頃の行いが悪いから、どこか女のところへ仕込んでいたとでも思われたんだろう。夫婦とは一生のもんだ。オらそう思ってた。ところが俺の場合はそうじゃなかった。と、もとじは言った。夫婦なら、 亭主の行いが悪かったら、そう言ってくれるはずだ。お常は何一つ苦情らしいことも言わず、焼きもちを焼いたこともなかったのに、急に化けでもしたように人間が変わっちまった。俺のお常じゃなく、身も知らねえ女になっちまったんだ。植木だって、女しこった。 元字はすぐに続けた。俺が木を選ぶんじゃねえ。木の方で俺を呼ぶんだ。そして俺の写した木は、ほとんど俺の思ったように育つ。くぶくりんまで失敗はなかった。だから得意にも重宝がられたし、大家方も看板を分けてくれたんだろう。だがな、服。俺の手で植え。 俺の手で育てた木も、いつかは俺の手から離れていっちまうんだ。そんなことはわかりきってろ。服の言う通り、と、もとじは構わずに続けていった。俺の泣き言はみんな嘘だった。松の木も他の木も、大事な枝を切り落としたのは、この俺だ。植えた木は、 あるところまでは思うように育つ。穂の立ち方も枝の張り方もこっちの思惑通りに育つけれども、あるところまで来ると手に負えなくなっちまう。自分で引いてきて移し、大事にかけて育てた木が、みるみるうちに自分から離れて、まるで縁のね、別な木になっちまうんだ。だから枝を切ったっていうのか。 そうだ。だから切ったんだ。木は育つもんだ。と、福田が言った。盆栽ででもねえ限り、植えた木は必ず育っていくもんだ。それを庭に合わせて手入れをするのが、植木食の商売じゃねえか。それで、オラ食をやめたのさ。自分の手塩にかけた木が、 自分から離れていくのを見ちゃいられなかった。うちを飛び出したのもそのためだ。自分の女房子が自分の女房子で亡くなっちまったら、もう俺のうちじゃねえ。俺と女房子とは、もう赤の他人なんだ。それなら、人別を抜かれたのに文句を言うことはねえだろう。むらん、文句なんか言いやしねえ。 ただもしかしたら分かってもらえるかもしれねえと思って話したまで残った「てめえの言うことはどこまでが本当でどこからが嘘かわからねえ」と福田は言った「だがここではっきり断っておくぞ」彼は言葉の意味を強めるためだろうちょっと息を抜いて声を潜めた。 これからは、得意先へ近寄るな。貴様は行く先々で、上人の名を洗い物にしている。職を辞めたんだから、もう植木に手を出すな。わかったかそのくらいでいいだろう。と、福田を制して、正七は元寺に行った。服の言ったことは、 日暮里の身内全体の意見だお前のためにもこの辺で他の商売に変わる方がいいんじゃないかそれなら相談に乗ってもいいぜねえあんた今夜浮気しないおらもんなしだぜお金ならあたしが少し持ってるわここはどこだ イリアよ知ってるくせに。知ってるくせにかと言って、元次は酒をすすり、頭を垂れた。人間、何を知りゃいいんだろう。俺の親父は看板書きで、俺も看板書きにするつもりだったんだろう。字を教えて、元次という名をつけた。元平の元という字だ。 元って読むんだが、そう呼んでくれたのはほんの二三人で、ほかの者はみんな、元次って言った。元次、元次、そして女たらしだって。オら一度だって女をたらしたことなんぞなかった。親方のような人なら、女は誰だってころりよ。もう一杯ちょうだい。と、女が言った。 私今夜は酔っちゃうわいいでしょおら<ラ>と元次は口ごもったもんなしでしょもうごたびも聞いたわここはあたしの店ちっぽけだけれどあたしがこの店のあるじよ今夜は表を閉めちゃうわねっ二人でゆっくりやりましょうよ飽きるほど聞いた文句だ 元はまずそうに酒をすすっただらしがねえだらしがねえぞおもとてめえは世間からおっぽり出されたんだ女房子にも見放されたこれからどうやって生きていく橋のたもとにでも座るか何をぶつぶつ言ってんのさねっお酌して。 えいもせず。と、もとじはつぶやいた。おらもう、あとのねえかなだ。えいもせずで、かなは終わりだからな。ちょいと、女は彼の首に手を絡んだ。ねえ、あっちへ行かないねえ、ちょっとでいいから横になろうよ。 うるせえと、元次は言おうとしたが、首を振り、腹がけのどんぶりの中から財布を出すと、それを女の手に渡し、立ち上がって店から外へ出て行った。どうすんのよ、あんたと、後ろから女の呼ぶ声が聞こえた。たそがれの入り屋で、前には田んぼと言われたが、今では武家の下屋敷などができ、名高い西舘並木などもなくなっていた。 元次はこれというあてもなく、暮れてきた道を歩いて行きながら、幾度も片手で目を拭った。福田のやつは、そんなことで女房をもらわなかったのか。と、彼は呟いた。あの娘がどんな女だったかも知らず、見かけだけでそこまで惚れることができるとは、どういうことだろう。 俺のこともあいつのことも、どっちもおかしなもんだ。人間ってえものは、生まれた時に一生が決まるものらしいな。服のやつも、これからの一生を変えることはできねえだろう。偉そうなことを言ったってどうなるもんか。ざまみろ。そうさ、そういう俺だっておんなしこった。人間なんて、 みんなそんなもんさ。ざまあみやがれ。もとじはまた目をぬぐい、迷い犬が歩くような力のない足取りで歩いていった。やがて、向こうに遠く、濃い黄昏の中に、華やかに明かりの明るい一角が見えてきた。中だな。 彼はまた呟いた。ああいう世界もあるんだな。